ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。今広域指定暴力団東城会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になります。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか、伊達さん、なんで俺を助けるような真似？4か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東城会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう受けて構わないぜ。はい。いらっしゃい。久しぶりだな、レイナ。キリュウちゃん。そうだったの。風間さんが。でも桐生ちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやすさんは俺に言った。ユミを頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか？あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ
生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その水木は。それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね、そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女由美ちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。はあ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？はあ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。
家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？から。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか？うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、由美お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか？うん。そして母親の姉は由美。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの、お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ、どこなの？いや、俺も探してるところだ、ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。ここだよ、おじさん。いい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。Thank you.
ハルカ、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。おじさん、なんで、なんで私この人追われるの。ねえ、なんで。わからない。今はまだな。心臓移植。ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです。いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか。な、ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え、はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ。3000万。用意できますか。
組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。ああ。初めからそうやって頭下げりゃよかったんだ。ねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや。組長さん。